こんばんは、聞こえてますか？聞こえてるのか、ちゃんと無事配信できるでしょうか？聞こえてんのかな？お、チャット1件目入りましたね。リモリオさん。聞こえています。ありがとうございます。こんにちは。チャットがね、色きてますね。山本龍生さん、おすすめの映画教えてください。おすすめの映画ね、僕は好きな映画はそうだな、まあいろいろね、人生でいろいろ見たけれども、フォレストガンプやっぱ何回見てもいいですよね。フォレストガンプね、あれなんか見たことあります？主演のね、男性の役。あれ、多分あれですよね。自閉症ですよね。あとね、面白い、ちょっと、今思いついたんだけど、皆さん、アルプスの少女、ハイジ、見たことあります？あれもね、子供の頃好きでね、アニメね、よく見てたんだけれども、あれってね、かなり発達障害っぽい感じじゃないですか。なんかね、そういう目でね、大人になってからね、見るようになって、子供がね、ハイジとか見てたりすると、ハイジって、もともとね、アルプスには住んでなくって、おじいさんのところにね、連れてこられて、で、ペーターっていう、ヤギ会かな、と仲良くなってね、山をかけみたいな感じでね、生活していって、ところが、フランクフルトっていう都会に連れて行かれちゃってね、全然肌に合わなくって、で、またアルプスに戻ってきてってね、そんな、ごくごく簡単に言ったらそんなお話だけれども、少女、アルプスのハイジのおじいさんね、そのおじいさん、皆さんどこに住んでます？あれ、山のてっぺんに一人で住んでますね、小屋の中でね。で、たまに町に降りていくんですよね。で、降りていくと、店員とか、お店のね、パン屋さんとかの人と大喧嘩して帰ってくるわけです。お前のところのパンはなんだみたいな。わしを、いや、山の上から降りてきた田舎者だと思ってバカにしやがってみたいな感じで、非常に人付き合いが下手くそなんですよね。ピンときません？コミュニケーションが非常に苦手。で、人から離れるように山の方へ行って、一人自分自身のこだわりの生活をしているっていう、これ完全にちょっと自閉スペクトラムな感じしていきません？多分そうだと思うんですよね。まあそういうところまで意識して書いたのかどうなのかそれ知りませんけれども、さらにハイジね。ハイジはものすごく動きたがりなんですよ。もう走りまくって。でもところが都会に連れてこられて、座らされて、本読まされて勉強して、うずうずしちゃって、いろんな体を動かしちゃったり、もう衝動的に飛び出しちゃったり、もうお屋敷から飛び出して勝手にどっか行っちゃったり、まあエスケープですよね、これね。ピンときません？ ADHD の傾向に似てません？似てますよね。すごくピンときますよね、我々学校の担任の先生からするとね。ペーターね。ペーターはペーターでコミュニケーションが取れるんですよ。ハイジともおじいさんとも学校の友達とも誰とでも仲良くできるんだけれども、優しいしね、ヤギの扱いもすごくこなれてるしね、一個苦手なことがあるんだよね。これ何かっていうと、学校の勉強ね。学校の勉強が全く頭に入ってこないんだよね。まあ、あんまりそのペーターの学習に対する描写っていうのは少ないんだけれども、もしかしたら LD 傾向あるかもしれないね。ペーターのね。って考えると、何かね、発達障害って彼らのことを別に言ってるわけでもない、そういうことではないんだけれども、少し生きづらそうとしてる人たちが、お互いを理解し合って、足りない部分を補い合って、満面の笑みで生活できる、幸せを感じることができるっていう素晴らしいアニメだと思うし、それが同時に、そのハイジンが大人が良かれと思って教育をし、フランクフルトって都会でね、詰め込み座らせ、ところがハイジンはどんどん目が暗くなってすさんでいってしまうっていうところも、なんかね、そういうような思いをしてる子供、苦しんでる担任の先生とかね、なんかかぶってね、公教育とね、この国のね、なんか
また子供の頃はそんなことは思わなかったけれども、今改めてちょっと見返すとね、すげえアニメーション映画だななんてね思いますけれどもね。何の話よこれ。ハイジの話だな。ねえ、アカネスさん、ユイ先生のお子さんそれぞれ一番だと思いますが、差し支えない程度でお子さんの誕生話聞きたいです。ああ、したことないですね。まあ二人目の時は妻が実家に帰って、実家山口県のね宇部市っていうところにあるんだけれどもね、あのあるいは日本酒の石獺祭の有名なところね、山口県にね、帰っちゃって一人ぼっちになっちゃったんですね。あ、そこでちょっと面白い話、めっちゃ僕ねタバコ吸ってたんですよ。すんごいタバコ吸ってて、で家族がいなくなって寂しいじゃないですか。でストレスもたまる、仕事のストレスもあるし、家帰っても一人ぼっちだし、一人暮らしの一人ぼっちと家族が いた時からの一人になっちゃってやっぱ違いますよね。でそのタバコの量もバーッとすごい増えちゃってね、そんな時にもう結構でも吸ってたんですよ。学生の時からずーっと吸ってて、学校の先生になってからも吸ってて、ほんでそしたらですね、赤ちゃんが2番目の娘が生まれた後にね、うちの妻から退院したよーって言ってね、動画が送られてきて、その動画が何かっていうと、息子と3歳ぐらいの息子と0歳の退院したての娘が2人でこう手、ちっちゃい手をつなぎ合いながら、キャッキャキャッキャ声出しながら、ただ戯れてるっていう、それだけの動画が送られてきたんですよね。でそれがなんかね、初めての気持ち、感動、自分の大事な子供とまだ見ぬ子供が触れ合って、笑顔で、お互いに笑顔でか何かコミュニケーションらしきものを取っているっていうのを見たときにすごくジーンとしちゃってね、まあ一人ぼっちだったっていうのもあるかもしれないし、あ、こいつらちゃんと育てなきゃいけないんだなと思って、俺タバコ吸ってちゃダメじゃんって命削ってね。でその日からやめたよ、タバコ捨てて。決意して、もうタバコは俺は吸わねえって言ってね、決意してやめました。やっぱ気持ちでね、意識で変わるもんですよね。それまではだから普通にねスパスパ吸ってましたしね、授業とかね終わって普通に放課後とか吸ってて、プンプンタバコ煙臭い感じで職員室入ってきてね、タバコ吸わない人からしたらうわって感じかもしれないけどね。それで一発でやめました。そんな思いがありますね。残りの3人はもうね忘れました。もう誰がどうだったかもう覚えてない。もう特に覚えてないかな。な感じでございました。いいですねこういうお話もたまにはね。授業の、黒ひげさん、授業の最後の振り返りについてです。何か視点を与えていましたか？授業自体に課題があるのだとは思いますが、書けない子供がいて悩んでいます。あんまり視点与えなくていいんじゃないですか。オープンで、今日の学びは何でしたかとかね、今日気づいたことは何でしたか、今日成長したことは何でしたかみたいなね、それぐらいでいいんじゃないですか。振り返りを書きましょうとか、感想を書きましょうじゃわかんないね。あなたがこの45分で伸びたところは何なんですか、成長したところは何なんですか、気づいたところは何なんですかって問うてあげた方がいいですよね。そうすると自分はこれ伸びたんだっていうのは言語化できて、成長を実感できて、一歩進んだんだってポジティブに思うことができるので、じゃあまた明日じゃあ社会頑張ろうかな、理科頑張ろうかなって思えるじゃないですか。そんなところですね。そういうふうに問いかけてあげるといいかもしれないですね、振り返りはね。血管もやしさん、こんばんは。合理的配慮が特別扱いって言われることがあるのですが、教師側からするとどう思われますか？まあ、すごく大事なことですよね。平等と公平の違いですよね。平等な部分と公平な部分でやっぱ分けなきゃいけないわけですからね。例えば公平だったら、給食の量が若干子供によって違うとかね、テスト受けさせるその時間が、周りは50分だけどこの子は100分とかね、
例えば LD の子供に対して漢字の読みを D2 の人が付きっきりで配慮してもらうとかね、読み方を教えるとかね、合理的な配慮ですよね。で、これを特別扱いって言われるっていうのは、おそらく言うのは誰かっていうと、周りの子供、もしくはあるいは理解のない担任自身が言っちゃうこともあると思うんだけれどもね。これはきちんとまず学級全体に共有をする必要があると思いますが、突っ走ってね、一人で勝手にね、勝手に共有をしちゃうと、この子はこうだからこういう対応しますよっていうのを、その当該児童生徒や保護者に許可を得ることなくポーンと言っちゃうと、え、先生それ言ってほしくないのにって、目立ちたくないから言ってほしくないのにって思ってる子供も中にはいるからね。この合理的配慮をしますよ、これをシェアした方がいいと思いますよっていうのは、きちんと子供やその保護者にね、許可を取らないといけないですよね。で、その後に学級全体にシェアしていくことによって、あ、だからこの子はこうで、この子はこうなんだ。みんなは宿題算数30問だけれども、この子は10問なんだね。これは特別扱いでも、ずるくもひいきでもなくって、むしろ適してるんだよねっていうふうに思えるじゃないですか、子供たち全体がね。この共有っていうのは間違いなく大事だし、僕はすごく丁寧にしていましたよ、そこに関してはね。一方、担任がね、担任がこの平等と公平の違いが分かっていない。合理的配慮、もう全て平等であるべきなのだという、間違った考え方をお持ちの担任の先生も、まだね、まあ多数ではないと思いますが、少数ね、いるかもしれませんね。そんな時は保護者の方が合理的配慮を求めたとしてもですね、担任から突っぱねられてしまうことがあるんですね。いやいや、テストは、全員50分でやるんで、お宅のお子さんも50分でやってくださいとか、いや、給食はもうみんな同じ量ですから、もう食べてください、食べきってください。いや、うちの子胃袋がちっちゃくてあんま食べれないんですよ。あ、そうですか。でも食べてください。ね、これはうちのクラスにね、来る給食の量なんで、ね、って感じ。っていうふうに、担任自身がまだね、言っちゃう。そういう担任も中にはね、少なからずいるんで、辛いところですよね。これは特別扱いではなくて、合理的な配慮。公平っていうことの体現ですよね。ここはね、ちょっと保護者からしたら、やきもきするとこですけどね。リモリオさん、最近ボイシーで宮沢先生のお話が聞けないので、こういった配信とっても嬉しいです。そう、ボイシーやめちゃったんでね。もうちょっともういいかなっていうふうに思ってね。ただ結構やっぱ日常生活をね、まあ生活をしているとですね、あ、これちょっと喋りたいわ、でもこれ YouTube じゃないわって、無料動画でもないし、メンバーシップでもないし、ライブ配信でもないし、YouTube のコミュニティ欄の記事でもないから、いや、こりゃ明らかボイシーだよなっていう内容がいっぱいあるんだけれども、まあでももうちょっといいかなっていうふうに思ったんで、もうボイシーはやめました。また機会があればね、やるかもしれないと思いますけど、多分やらないと思います。もうすぐ修学旅行があります。和歌山です。あ、和歌山行くんだ。どこの人だろう、桜木さんは。どこから和歌山に行くんだ。和歌山いいっすよね。僕大好きですよ。チャリンコで日本一周してるんでね。多分皆さんとローカルトーク、ここにいる全員とね、ローカルトークができますけどね。和歌山って言ったらね、道の駅でね、ごぼう、なんだっけな、和歌山市の、和歌山港、港の右だよ。なんか道の駅があってね、そこで野宿をしようと思ったら、黒塗りのベンツのね、ヤクザのおっちゃんに話しかけられてね、おい、お前、何やってんだ。おい、小僧。って50歳ぐらいの超怖そうな金の指いっぱいしてるおっちゃんにね、お前何やってんだこれ、あ、自転車でちょっと旅をしてますって言ったら、あ、お前こんなとこで寝んのかって言って、あ、はいって言って、頑張れよって応援して、お前でもこんなな、こんなところで寝転がって、まあ飯もその辺でね、食えるだろうけれども、あっちが困るだろ、あっちが。あっちってなんすか。あっちだよ、あっちや。女だよ、女。女系がねえだろ、お前。旅、その旅行中は。あ、そうっすね。それはもう、全然ですね。おい、お前、相手してやれ。って言われてですね。
相手してあげて、え、誰かいるの？助手席に、女性の人が、助手席から出てきたその女性がですね。